ロシア軍崩壊、A 機密報告書が予測、エリチンの義足離反、兵器も旧式を投入するほど枯渇か、プーチン氏余命2、3年、重病説消えず、ウクライナ東部ドンバス地域の完全制圧へ攻勢をかけるロシア軍だが、 大規模な損失によるる軍崩壊を、A、機密報告書がが予測していることが分かったモスクワでもウラジーミル・プーチン大統領と関係の深い超大物政治家の親族らが側近から離反するなど政情の不安定化は進む余命23年など重病説も消えず戦局に暗雲をもたらすことになりそうだ東部ルガンスク州で ウクライナ軍の最後の抵抗拠点となる要衝セベロドネツク市についてガイダイ州知事は5月30日大半の地域がロシアに支配されたと地元テレビに語ったロシア軍はウクライナ部隊の包囲を図りセベロドネツクとドネツク州バフムトを迫撃砲などで猛攻撃している市民の退避や人道支援物資の搬入もできない状況で 機関インフラは100%破壊されたという南部のヘルソンではモバイル通信やインターネットサービスなどすべての通信が遮断されたという当初は失敗続きだったロシア軍が盛り返しているように見えるが作戦レベルでロシア軍が成功を収めるのは難しいと指摘するのは元陸上自衛隊東部方面総監の渡辺義和氏 ウクライナ軍は今月中旬以降に西側諸国が供与した兵器を入手し教育訓練をして攻勢に出ようとする。ロ軍占領地域のうち攻勢をかけやすいヘルソンで奪回作戦を行うだろうと指摘する。米シンクタンクの戦争研究所 ISW もロシア軍の動向について セベロドネツクとドンバスの占領に専念していることがヘルソンでのロシアの脆弱性を生み続けていると分析した A 大衆紙デイリー・ミラー電子版は5月30日英国の機密報告書を紹介しロシア軍が大規模な損失によって崩壊する可能性があると伝えたロシア兵約3万350人の犠牲が出ているといい プーチン氏は小さな勝利のために支払うに値する代償だと考えているが、軍隊にとっては行き過ぎだと断じる。クレムリン内部では、作戦が破滅的なほど運んでいないというメッセージをプーチン氏と側近に伝えようとする試みが見られると伝えた。英国防省は ロシア軍の中下級将校が壊滅的な損失を受けた可能性が高いとの見方だ経験豊富な指揮官の不足により士気の低下や規律の悪化が続いており軍内では局地的な反乱が起きているとの報告が複数あるとしている前出の渡辺氏はセベロドネツクに投入した兵力は損害を受け 兵器も旧式を投入するるほど枯渇している現在ドンバスに集中するロ軍は次の段階で南部に兵力を割かざるを得ないが代替戦術軍 BTG も打撃を受けており数合わせの部隊では力を発揮しない今月中旬以降は占領地域を守るだけの戦いに移行せざるを得ないと見る。 最高司令官であるプーチン氏の健康不安説をロシア側は否定するが次から次へと情報が流れてくる。前出のデイリー・ミラーはロシア連邦保安局 FSB 要員の話としてプーチン氏は進行型の癌で生きながらえるのに2、3年しかないだろうと報じた。視力も弱っており テレビ出演などの際には巨大な文字のカンニングペーパーが必要だという。ロイター通信日本語版は30日、ボリス・エルチン元大統領の義理の息子で、プーチン氏の顧問を務める、ワレンチン・ユマシェフ氏が辞任したことを関係筋の話として伝えた。ロシア連邦初代大統領のエルチン氏は、 プーチン氏を FSB 長官などを経て首相に抜擢後継大統領への道を敷いた各界からの不満も噴出しており新興財閥オリガルヒでは銀行創業者のオレフチンコフ氏が反戦を表明アルミ王のオレク・デリパスカ氏も23日に 核戦争の恐れが現実のものになっていると通信アプリに投稿した芸能界でも多くのスターが侵攻後に出国したという前出の渡辺氏は国内でもプーチン氏への反発は強まるばかりだろう健康状態についても英国のオリガルヒが出店との情報もあり必ずしも嘘とは言い難い軍内部にも噂が伝わっている可能性は高く 式にも影響が出てくるのではないかと語った。クリミア奪還はどこまで本気。ロシアの侵攻から半年膠着続く。専門家。欧米の支援続くか。この冬が焦点。ロシアがウクライナへの軍事侵攻を開始してから。 8月24日で半年が経過した。長引く戦闘は今、新たな局面を迎えている。進攻開始から半年、現在の戦況。2月24日、プーチン大統領が特別軍事作戦を決定したと宣言した直後、ロシア軍がウクライナ国内に侵攻した。プーチン大統領は、 当初から核の使用をちらつかせていてかつてない事態に世界が衝撃を受けた現在の戦況や今後の見通しについてロシア政治に詳しい慶應義塾大学の広瀬陽子教授に話を聞く9侵攻開始から3ヶ月の5月と8月現在ではロシア軍の制圧地域がほとんど変わっていないように見えますなぜでしょうか 慶応義塾大学広瀬陽子教授ウクライナ側が非常に前線しているということは挙げられます欧米の支援や兵器が功を奏していてロシアは想定外だった抵抗にあっていますまたロシアの兵力も足りていませんお金で兵士を集めてはいますが訓練を十分にしないまま前線に送り込んでいますし士気も低い 補給もうまくいっておらず、命令系統もうまく機能していません。このために戦況が膠着していると考えられます。クリミアでの攻防活発化、ウクライナの考えは、一方、8月に入って攻防が激化しているのが、2014年からロシアによる実効支配が続くクリミア半島だ。 9日にはロシア軍用飛行場で大規模爆発16日に弾薬保管場18日には半島東部で2か所の爆発が起きさらに20日にはロシア黒海艦隊司令部にドローンが飛来して屋根の上に落下し炎上したこれらの攻撃は正式な表明はないがウクライナ側によるものと見られている9 広瀬教授は、ウクライナ側の狙いを、クリミア半島ではなく、今回侵攻された南部の奪還と考えられていますが、どういうことでしょうか。慶應義塾大学、広瀬陽子教授。ロシアは9月上旬に南部と東部を合わせて住民投票をしようとしていました。今の状況では無理という話も出ていますが、いずれにせよ、 ウクライナが南部を取り返せば、ロシアによる住民投票の実施は難しくなります。だから、ウクライナは南部を取り返そうと必死なんです。南部の戦線については、ロシアはクリミアを拠点にしているので、その拠点を攻撃すれば、南部へのロシアの攻撃が難しくなるということがあります。住民投票が行われれば、クリミア併合時のように、 ロシアがそのまま自国化してしまう可能性が高いのでウクライナからロシアへの南部をクリミアのようには取らせないよというようなメッセージもあると思います9.8月23日の会議でゼレンスキー大統領はすべてはクリミアから始まりクリミアで終わるといった発言をしたようです文字通り読めば クリミアを奪還するまでこの戦争は終わらないと取れますが、これは本音ではないということですか慶應義塾大学、広瀬陽子教授。ここに来て、クリミア奪還までを視野に入れた動きも出てきているように思います。戦線が難しい状況になり、ロシア軍が残虐な行為をたくさん行っていますので、このままミスミス引くということもできない。 そもそも問題の発端はクリミアから始まっているというのもありますウクライナの方向性の転換というのが最近色濃く見えてきていて欧米が呼応している動きもあります慶応義塾大学広瀬陽子教授欧米は今回の侵攻が始まった時クリミアは諦めて東部二0で決着をといった雰囲気でしたが 最近はクリミア奪還に向けても協力的な姿勢が見えてきています。ただ、クリミアが戦場になると、ロシアも相当な規模で戦闘を展開します。ロシアが戦争宣言をして、国一体となって戦ってくる可能性が高い。そうなると、第三次世界大戦、各使用の恐れもありますので、欧米もクリミア奪還まで支援してあげたいという思いがありつつ、 まだそこまで決意できないというところだと思います。